ドアス大谷翔平の電撃結婚発表の余波は収まる気配がない。メディアが朝から晩までひっきりなしに大谷翔平について報じている状況に、大谷翔平ハラスメントという声も上がっていて、前編から続く。大谷翔平ハラスメントなんて言葉があるのは初めて聞きました。時代といえば時代でしょうけど、大谷翔平にとっては完全にとばっちりです、とは作家で野球ファンの吉川牛尾氏。大谷翔平は良かれと思って結婚報告したのに、それがあだになるとは、嫌な時代になったものです。本人もこうした声を耳にしたら気分が悪いでしょうが、もちろんメディアにも問題がある。スポーツ記者が芸能リポーターのような質問をするのは滑稽ですし、テレビが大谷翔平の結婚をトップニュースで扱ったり、時間を長く割いて報じるのも異常です。これを一番喜んでいるのは自民党の議員たちではないか。大谷翔平の結婚発表をめぐっては、米国内でもキーな目にさらされている。スポーツイラストレーテッド紙は先日、大谷翔平は極端な秘密主義、プライバシー重視の人物、大谷翔平はどこに住んでいるのか、去年どの肘の手術を受けたかもコメントしない、などと、皮肉を込めて報じた。現地特派員が言う、米国ではスポーツ選手などの機密がプライベートをオープンにするのは普通のことで、あえて隠すケースも少ない。大谷翔平は記者会見で相手女性の素性や入籍日などについて、ほぼ明かさなかった。その一方で、イチローやダルビッシュは奥さんが有名人ということを差し引いても結婚生活をオープンにしている。大谷翔平の秘密主義は本人の性格やポリシーの問題と言えますが、そうした言動が米国人にとってキーに映っているのは確か。大谷翔平が今回、わざわざ囲み取材を開いたのは、自ら、一番は皆さん、メディア、がうるさいので、と話したように、日本のメディアを牽制する意図もあったはずですが、それによって米国であらぬ見方をされるのは、気の毒ではあります。オープン戦が本格化し、シーズンが開幕すれば結婚のことで騒がれる機会は減るかもしれないが、大谷翔平が今回の結婚騒動で思わぬとばっちりを受けているのは確かだ。伴侶と共に新たな一歩を踏み出した大谷翔平だが、その脇を固めるもう一人の女性が新登場。何でもスタンフォード大大学院を出た才女とのことで。プレゼントした大谷翔平、妻の有力候補、元バスケ選手とお揃いだったスポンサーグッズ。日本中に衝撃を与えたメジャーリーグ、ロサンゼルスドジャースに所属する大谷翔平の電撃結婚。発表から1週間が経とうとしている中、徐々にお相手の素性が明らかになってきた。結婚相手の有力候補、3年ほど前に日本で知り合ったそうですね。雑誌、ナンバーのウェブ記事によると、2歳年下の奥様とは練習施設で出会い交際に発展。遠距離だったので、デートはオンライン、電話をしながら、ビバンや忍びの家などのドラマを2人で同じタイミングで見たりしたそうです。奥様の手料理ではドライカレーが大谷翔平選手のお気に入りだとか、スポーツ指揮者、以下同。さらに、ニュースポストセブンは、元女子バスケットボール選手の A 子さんが、有力候補、だと報じた。180センチメートルの長身で、中学生の頃からバスケットボールを始め、昨年まで実業団チームで活躍していましたが、現在はすでに引退しています。大学時代の知人によれば、大谷翔平選手と A 子さんは2年ほど前からお付き合いしていたとか。物腰が柔らかく純朴で、周囲の人から慕われるタイプの女性のようですね。SNS 上では、キャンプ地でトレーニングに励む大谷翔平を見守る女性の画像が拡散されており、これが A 子さんに似ていると大きな話題となった。A 子さんは大谷翔平との交際を周囲に漏らさず、匂わせすらしなかったことが世間では称賛されている。だが、実は、お揃いのアイテムを身につけていたという指摘もあるのだそうで。身につけた、お揃いアイテム、ナンバーのインタビューで、大谷翔平選手は奥様の誕生日にシューズをプレゼントしたことを明かしています。店舗に出向くことは難しかったため、人にお願いして、サイズを合わせて作ってもらった、と。このシューズが、大谷翔平選手のスポンサーを務める、ニューバランスのものではないかと噂されているんです。というのも、2023年2月に、当時所属していたロサンゼルスエンゼルスのキャンプ地で大谷翔平選手が着用していたニューバランスと同じシューズを A 子さんが着用している画像があるんです。国内では2022年12月に発売されたモデルで、A 子さんの誕生日にも近い。スポンサーのアイテムであれば、サイズを合わせて作ってもらうことも難しくありませんから。大谷翔平からのプレゼントともなれば、さぞお高いのだろう。
発売当時の価格は 16,500 円と、普通のシューズですね。実用的に使えるものがいい、という奥様の希望とのことですが、高額年俸を受け取っていても金銭感覚が変わらないあたり、大谷翔平選手らしいなと思いました。お揃い、とはいえ、レアなアイテムではなく、大谷翔平との交際に感づく人などいなかっただろう。密かに愛を育んだ二人の今後に注目したい。